ハンゲの海戦は1714年8月7日にバルト海のハンゲ半島沖でスウェーデン海軍とロシアツァーリー国海軍との間で行われた海上決戦。この海戦はロシア海軍の最初の勝利で終わることとなりロシアがバルト海で勢力を誇るようになる原因となった。ロシア海軍は2つの島の間に防衛線を張りスウェーデンの艦隊を攻撃した。 スウェーデン海軍のガレー戦は一隻が転覆し、士官も多くが負傷した。司令官以下艦隊は降伏し、海戦は幕を閉じた。この海戦の敗北により、スウェーデンはバルト海での活動を大きく制限され、フィンランドの支配が困難になった。そのため、大北方戦争終結の一員となったのである。この海戦はポルタバの戦いと並ぶ、 大北方戦争における一大決戦であった。ハンゲはフィンランド湾北岸のフィンランドの都市の名で、現在ではフィンゴでハンコと呼ぶ。ハンゲ半島はロシアでは名まってガングートと呼ばれ、長らくロシア海軍ではこの海戦の勝利を祝い、軍艦にガングートの名をつける伝統があった。また、勝利の日が聖パンテレーモンの生命日であったことから、パンテレーモンの名も 軍艦の名前に多用されることになった。ありがとうございます。